それでは、小山院長のお話に引き続き、学術情報基盤を支えるシステムの制度とこれからということで、弊社における次期目録所在情報サービスの検討状況についてお話ししていきたいと思います。私はこれからの学術情報システム構築検討委員会事務局の NIA の村上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、この8月3日で CAT 2020を無事に開始することができました。今まだ対応中の図書館の皆様たくさんいらっしゃると思いますが、いろいろとご対応いただきありがとうございます。ご不明点がありましたら、ホームページの方でぜひお問い合わせいただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。さて、CAT 2020が始まった中で、なぜまだ変わらなければいけないのかというお話を少ししていきたいと思います。これは CAT 2020の時にご提示してきた資料です。で、こちらの資料の方はどのように見るかと言いますと、電子資料にかける費用と、それから紙資料にかける費用のバランスについて書いているグラフです。ちょっと皆様の画面でどういうサイズで出ているのかちょっとわからなくて見づらければ申し訳ないんですけれども、こちらの方の資料で見ると、電子資料の割合というのは、もう資料費の中の半分以上の割合のお金がかかっている。それにもかかわらず、ナクシスキャットというのは紙媒体を対象にしているデータベースになります。従いまして、CAT 2020が始まった今でも、電子資料への対応というのが、まだ解決できていない課題であるというふうに認識しています。こちらの方も2020の時にご提示した資料ですが、目録担当た、単所担当た数の 担当者数の推移というものですね。で、あまり笑えないんですけれども、こちらの方は1980年代にナクシスキャットが始まった時から比較すると、国立大学では目録担当者の数は3分の1以下、私立大学では4分の1以下に減ってしまっているということです。従いまして、ナクシスキャットでプレブック等の、いろんな書種を使える状況にはなってきましたけれども、出版社が、作っているメタデータなど、さらなる利活用を進めて、軽量化を進める必要があるということが課題としてまだ残っています。以上のような課題を認識しつつ、これから委員会で検討しています。これからの学術情報システムのあり方について、2019の進むべき方向性というのを、先ほどの小山院長に引き続き、見ていきたいと思います。で、進むべき方向性として、統合的発見環境を可能にする新たな図書館システムネットワークの構築、そして持続可能な運用体制の構築、システムの共同調達運用への調整、メタデータの高度化、学術情報資源の確保という5点が挙げられています。現在 NIA で検討している中央システム、すなわち次期ナクシスキャットは、こちらの方に呼応して我々も検討を進めているというところになります。これから委員会における NIA の役割といいますのは、こちらの方の赤枠でくくりました中央システムの提供という領域を責任を持っているというふうに認識して検討を進めています。中央システムと図書館システムの現在について、皆さんもお分かりの通りかもしれませんが、ちょっと図を使って今後中央システムがどのように変わっていくかというのをご説明していきたいと思います。中央システム、現在でいうナクシスキャット ILL というのは、紙の資料の、を中心としているデータベースです。正確に言うと、電子書籍とかですね、登録してるぞと思う人もいるかもしれませんが、主に紙媒体のデータベースです。で、こちらの方の大学図書館が調達しているシステムというのは、それぞれが個別に調達していて、ナクシスキャットとそれぞれの大学のシステムは、CATP で通信しているという構造になっています。こちらの方が、今度検討しています中央システムでは、中央システムの領域としては何が変わるのかというと、電子リソースへの対応を行うということを中心に検討しているということです。で、もう一つは、こちらの下の方に LSP と書きましたけれども、従来の図書館システムの機能に加えて、リンクリゾルバーや統計システムといった外部のシステムを包含するようなシステムを利用するといったオプションについても検討しています。で、ただこちらの方なんですけれども、相原主査が後ほどシステムモデル検討作業部会の報告で報告すると思うんですけれども、参加官が、
参加する任意の共同調達の枠組みができたときに、NII としてもそちらに呼応して対応しうるような体制を、考えているということになります。もう少し中央システムの詳しいところを見ていきたいと思います。こちらの一番濃い四角でくくっているところというのが、現在主に調達を進めている中央システムと呼ばれている箇所です。で、何が変わるのかというと、先ほども申し上げた通り、電子情報資源への対応というところが変わるのですけれども、印刷体につきましても、それ今までのマークに加えて、可能であれば出版社のようなマーク、新たなマークを追加していくということを検討していけたらと思いますし、まず電子、こちらの電子情報資源につきましても、マークや出版社のメタデータをあらかじめ、中央システムの方で備えることによって、参加官に貢献するという形や、ジャスティス提案書にあるタイトルリストやライセンス情報というのを中央システムにあらかじめ登録することによって、各参加官が個別に登録する手間がなく利用できるような環境を作っていきたいというふうに考えています。ローカルシステムとの連携につきましては、共同調達の枠組みが完成した暁に、実現できるようにあらかじめこの図の中には、加えているという状態になっています。この図で一つわかることは、この外側の共同調達の外にあるローカルと書いているそれぞれのシステムがございますが、共同調達の枠組みを前提にしているだけではなく、これまで通り個別に調達を進めている図書館も、必ず中央システムに接続できるように検討を進めているというところも、大事な点だというふうに認識しています。従いまして、中央システムの開発方針の一番最初として、現在の参加している皆様の利用できる環境を継続するというところを一つの主眼にしています。現在、ナクシスキャットには1300機関以上の参加官が参加されていますので、それぞれ規模の大小といろいろな条件があると思います。それらの図書館がこれからも使えるように、中央システムは CATP の接続方法を維持できるように現在検討を進めています。で、また、従来の NEXIS ILL の機能も利用可能であるというふうに考えていますので、どうぞご安心ください。NEXIS CAT で追加され、CAT 2020で追加された機能につきましても踏襲できるように検討を進めています。一方で、今まで通りであるというと、あまりメリットがないんですけれども、より豊かな機能を各機関が選択的に導入可能であることも大事であるというふうに考えています。そのうち一つが、先ほどご紹介した電子情報資源への対応ですが、この2の1、2の2というのは、先ほどお伝えした電子情報資源への対応と業務効率化への対応となりますが、さらに、メタデータコード化への対応として、先ほど小山院長が述べられました国際標準に対応することというのも一つ大切なことだというふうに考えています。RDA、それに準拠している日本目録規則 NCR2018 への対応であったり、Mark 21あるいは Viv フレームといったメタデータフォーマットへの対応も可能であるようになる、中央システムの方は検討を進めています。中央システムの調達のスケジュールなんですが、現在、今年度2020年度は検証のフェーズになっていまして、で、来年度に開発を進め、その次の年の第4四半期をめどに、リリースをしたいというふうに考えています。現在、調達を行っていまして、そちらの方が確定し次第また情報を出していきたいというふうに考えています。ポイントとしまして、電子情報資源に対応するといった、これまでにない大規模なシステム移行になっていますので、システムの変更に伴うメタデータのマッピングの一部不具合であったり、移行当初の動作の不安定である、あるいはスケジュールの遅延など、弊社でも予期できない事態が起きるリスクがございます。次期システムの移行のために、2022年度には最大3週間程度の停止が必要となる見込みにもなっています。これらの具体的な時期につきましては、まだ調達中というところもありまして、皆様にご提示できる状態にはなっていないのですが、分かり次第余裕を持って皆様に事前に状況をお伝えするとともに、参加官の皆様のフィードバックをいただきつつ、
慎重に進めてまいりたいと思っております。最後に、これから委員会の皆様の検討と合わせて、弊社の方でも一緒に検討を進めていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。Let's work together ということで、以上です。ありがとうございます。